ペンネーム PPP さんからいただきました、うん、ありがとうございます。えのきさん、内田さん、こんにちは。こんにちは。いつも呪術廻戦楽しく見ています。 Thank you。 今回のゲスト、内田さん演じる伏黒は、うん、式神を使って呪霊を払いますが、うん、お二人はもしも呪術廻戦の世界に入ったらどんなタイプの呪術師に憧れますか？私も実際に式神を出してみたいです。わお、式神いいよね。式神パン玉剣玉剣、あの手の形出したいね。かっこいいよね。何がいいですか？私はですね、空飛びたいんですよ、ずっと。あ、空飛びたいと思ってる。空を飛べる呪術師って言葉は、ももあー、ほーっ、釘宮さん釘宮さんになりたいって思ってたことはずっと思ってる。あるんだ。それはね、性別ちげえし。初めて言うけど。俺ずっと事務所入ってから。おさ、釘宮さんみたいに。釘宮さんね。なあ、いい人になりたいな。そう。そんな、もう宮さん素敵。飛べたらいい。そう、飛べたらいいな。まあでも、ヌエとかさ。ね、ヌエはね、めっちゃ可愛いんですが、うん、やっぱ翼生やしたくない？あ、自分に？ヌエ変形合体とかできないのかな？ヌエ変形、ヌエ変形みたいな自分から生えちゃう。そう、ブザーっつって。いやー、なんかちょっと呪術廻戦っぽくはないよね式神感がない。式神感ない。純也くんは？俺なんだろう、でもあれ憧れますね、うん、トゲの、あー、呪言、呪言師、うん、あれで声優だったら最強じゃないですか、うん、泣けみたいな。泣け今いいシーンだから名演技。そうそうこのテイクを通せディレクターよ、どうせ行こうだすぐ喉枯れちゃいそうだよ、ね、だからそうガラガラになる。すごい負担かかったらどうする？それも俺全然力ないじゃん。力ないから俺実力差すごいんだな、すごいな、ディレクターとはみたいなありそうだもんね。そう。いやー、だからなんかでっかい仕事の時だけ使いたい、うん、あ、使いたい。でっかいオーディションだけとか、ね、オーディションの時だけ。浮かれ浮かれ。そう、呪言師、ね、セリフで言っちゃう声優でしょ。それね、呪言師最強です。ダッサいくらい。それ